突然現れた凶暴な怪物スペースビーストの群れ。同じ時、遠くカナダに住む立花副隊長の家族にも怪獣ベムラーが迫る。絶体絶命の状況の中、光と共に銀色の巨人が舞い降りた。このウルトラマンは一体。次回ウルトラマン X 絆ユナイト。ウルトラマン X、20話監督の阿部雄一です。よろしくお願いします。ウルトラマンネクサスが登場するので、僕も10年前にネクサスを初めてウルトラマン監督しまして、10年ぶりなので自分の中でも非常に重要な回になりました。ネクサスがネクサスっぽく登場するにはどうするのかっていうのをいろいろ脚本段階でいろいろ考えて、これだろうっていう。ネクサスはやっぱ僕の中ですごく重要な作品で、うかつに扱えない自分の中でもあったんで、いろいろ考えに考えて、僕自体がネクサスファンなんで、僕が納得できたっていうのが一番嬉しいです。ネクサスの時の、とあるスペシャル編に出ていたバグバズンブルードっていうのが出ます。ベムラーも出ます。ネクサスは本当に、合成のねチェックやってても、いやちょっと違うんだけどとか、すごい自分の中ですぐ分かるというか、そのものがすごい根深く色づいてるものだなっていうのがすごく改めて思いまして、今やってて楽しかったですよね。ウルトラマン X 第20話、絆ユナイト、お楽しみください。